ちは、シーナモーターズです。本日も動画をご覧くださり誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは、スズキ GSX-1300R はやぶさ。はい、もう言わずと知れたスズキのですね、機関車種、ツアラーですね。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはフロント周りからですね。はい、スモークスクリーン、装着の、アッパーカールですね。こちら大きなね、カール割れ、傷ございませんね。ヘッドライト、こちらもね、飛び死ぬ割れ、そういったものもございません。でウインカーはですね、スモークのレンズに変更されております。そしてフロントフェンダー、オリジナルのね、フェンダーが装着されております。そして足回りですね。はい、ゲイルスピードですね。こちらのですね、ゴールドホイール、こちらを装着しております。倒立のフロントオーク、オイルにじみね、そういったものもございません。サビ腐食も出ておりませんね。はい、サイドカールですね。はい、こちらもね、立ちこけによる大きなね、割れ、転倒傷、そういったものもございませんね。エンジンスライダー装着です。はい、ステップはですね、ノーマルを採用しております。曲がり、削れ、そういったものもございませんね。はい、それとですね、マフラーです。吉村のね、ダブル缶、こちらを装着しております。音は後ほどご紹介します。そしてリアサスはね、なんとオーリンズ、こちらはね、装着が入っております。で、リア足回りですね。はい、フロントと同様ですね、ゲイルスピードのね、ゴールドホイール、ガリ傷ね、曲がり、そういったのもございません。とても綺麗です。リアタイヤ、まだまだ元気です。いけます。はい、テールのレンズですね、スモークのレンズ、こちらも採用しております。反対回ってシートですね。シート、こちらね、オリジナルのシートと、あと後ろはね、コブシートですね。非常に綺麗なところですね。はい、タンクです。タンクですね、大きなへこみ、傷、そういったものもございません。はい、ではタンク内ですね。はい、タンク内もサビ腐食ありません。はい、では吹き上がりいきます。はい、問題ありませんね。マフラー音です。こちらの1台ですね、とても高速の、ね、クルージングでは気持ちいい1台となります。ぜひ皆様の、ね、お問い合わせをお待ちしております。